エチオピアの歴史では、エチオピアの歴史について記述する。諸行の力が強いエチオピア帝国、ソロモン朝において、支配者は、ソロモン王の系譜がもたらす権威を用いて統治してきた。これには、国民の約半数が、東方教会系のエチオピア正教会を、信仰しているためであった。一方で、キリスト教を信仰していない、ティグレ人やソマリ人は、 エチオピア正教会を信仰するアムハラ人に支配される構造を持っていた。しかしながらエチオピアは地域ごとに民族構成が異なり、その自治権も強かったために諸侯に対する皇帝の影響力は限定的なものであり、各民族はその土地の諸侯の下で緩やかな間接支配を受けていた。戦乱期には各地方ごとに有力者が名乗りを上げ、 それぞれが肯定をして争いが生じた。また、アフリカ分割によっても主権のある独立国として存在し続けたことがエチオピアの特色として挙げられる。これは、したたかな外交と近代化された軍備によって成し遂げられたものであり、パンアフリカ主義においてはアフリカの星と称用された。紀元前10世紀頃、もともとこの地域には、 アフロアジア語族の別の語派であるクシゴ派の住民が存在していたが、イエメンにあるサバ王国からセム系の人々が多く移り住んで、彼らはエチオピア北部のイエハの一体を中心に繁栄した。だが、その支配範囲はエチオピア北部の狭い範囲に限定され、エチオピア高原全体は部族ごとに分かれて統治されていた。部族は70以上が確認されており、 大別すれば、アムハラ語を中心とする、セム語派と、オロモ語やソマリ語を中心するクシゴ派に分かれるが、実際にはさらに言語ごとに細分化していたその中では、アムハラ人、ついでオロモ人が有力な部族とされていた。エチオピアという呼び名を最初に使ったのは、紀元前5世紀頃のギリシア人たちであり、歴史家のヘロドトスは、 ヒストリアにおいて、エチオピア地方の人々を、イティオプスと記録した。これは、火に焼けた人々を意味するギリシア語であり、旧約聖書においても、同様の記述が残されている。これが、現在のエチオピアの語源であるが、その国名が使用されるようになったのは1900年代になってからのことだった。この地域は有力な部族と、周辺部族が混在する地域でしかなく、 現在のエチオピアという国家としての概念は存在していなかった。ゴンダルを中心としたアムハラ系が過労じて最大勢力であったが支配地域は現在のエチオピア北部の一部でしかない。そのためエチオピアという領土を含んだ国家の概念が生み出されるまでには1889年にエチオピア帝国の皇帝に即位したメネリク二世による 最大半島の確率を待たねばならなかった。一方、彼ら自身は国名を名乗らなかったが、外部からはこの地域に名称をつけた民族が存在する。アラビア半島に住むアラビア人たちはエチオピア地方のことをハベシュと呼んでいた。これはスーダンから西方の人々を黒い人々、純血のハム系を意味するスーダンと呼んだことと対比した言葉で、 ハベシュは、セムゴかしたハム族、つまり、根血を意味する言葉だった。それは当初、アラビア人のみによる故障だったが、マルコ・ポーロが、東方見文録においてこの言葉を、アバッシュとして取り上げると一般化し、ヨーロッパで伝播する過程でさらに、アビシニアという言葉に転じた。その言葉は、 ヨーロッパ人から見て、エチオピアを示す言葉として広く浸透し、19世紀まで、エチオピアに向けた、諸外国の諸官の宛名は、アビシニアとなっていた。だが、この広く浸透したアビシニアという言葉を、エチオピア地方の人々、特に、アムハラ人は意味嫌っていた。アビシニアとは根欠以上に差別的な、愛の子という意味を持つ別称でもあった。また、 セム化したハム族という意味の言葉が国名となることは、セム語系のアムハラ人が支配者層となっていたエチオピアの国情にもそぐわないものだった。折しも、メネリク2世の国内統一事業がほぼ完成しつつあったため、アムハラ人たちは至急それに代わる名称を用意しなければならなかった。そこで、アムハラ族を中心とした支配者層は、 ギリシアの記録に残るイティオプスから転じた、エチオピアという名称を国名として名乗った。エチオピアという言葉の意味は、前述の日に焼けた人々という意味とともに、ハム族の息子という意味を持つ。しかしこれらの努力にもかかわらず、アビシニアという故障は1940年代までヨーロッパ諸国の間で残ることになる。 アクスム帝国エチオピア帝国エチオピア1993年にエリトリアが独立して内陸国となったエチオピアであるがアクスム王国の成立まで最大部族であるアムハラの支配が及んだのはゴンダルとその周辺でしかなかった。紀元前に栄えたアクスム王国もエチオピア北部を支配したがその意欲は エリトリアや公海方面への交易に向いており、エチオピア南部を含む、現在の国境線は19世紀まで現れることは、なかった。しかし、1850年代に、エチオピア帝国のテオドロス2世が、エチオピア中央部を平定すると、その後継者のメネリク2世は、現在のエチオピアに近い勢力圏を確立した。その理想とする領土は、東は、 ソマリアのオガデン、南はルドルフ湖周辺、西はファショダ、北はエリトリア全域という広大な地域にわたり、メネリク2世は果敢な遠征でそれを達成目前まで押し広げた。しかし、エリトリアはイタリアが領有し、ファショダもイギリスの影響下にあったために、メネリク2世の野望は途中で断念せざるを得なかった。また、 東方のオガデンは1970年代後半に、ソマリアで大ソマリア主義が広がると軽装の地となり、オガデン戦争の一員となった。エチオピアは、紀元前10世紀のシバの女王と、ソロモン王の子、メネリク一世を伝承上の国家の起源としている。旧約聖書の列王記によれば、エチオピアとされる、南の土地は、シバの女王によって統治されていた。 バの女王は、美と才地を兼ね備えた女王だったが、二十歳となった、折に、同じく評判の高かった、エルサレムの王のもとへ訪れ、駆け引きの末に二人は惹かれ合い、ついにバの女王はこう宿すに至った。だが、女王は、母国の統治を投げ出すこともできず、帰国を選択する。こうして帰国後に生まれた子供が、 メネリク一世であり、成人したメネリクは、父のソロモン王を訪問し、対面を果たした後は、多数のユダヤ人をエチオピアに招いた。この伝承を確立したのは、紀元前5世紀頃に建国されたアクスム王国の王室と、1270年にエチオピア帝国を建国したイクノアムラクだった。両者は正当性を主張するため、共に、メネリク一世直系の子孫と名乗る。 特に後者のイクのアムラクは国内の安定のために正当性を確立する必要があり、エチオピアの古事記とも言うべき国王賞栄を編纂させた。王から編纂を命じられた家臣の遺跡は、エチオピア帝国をソロモン王朝とするために、新約聖書、旧約聖書、コーラン、 そしてアクスム王国時代から残るアラビア語文献と、アレキサンドリア図書館のコプト語の文献を中心にして、シバの女王と、ソロモン王の子である、メネリク一世から、イクノアムラクへと続く系譜を、アムダセヨン一世の代に作り上げた。その伝説を裏付ける史跡は未だ発見されていないが、エチオピア北部のゴンダルに住んでいた、ベータイスラエルと呼ばれる、ユダヤ人の集団は、 メネリク一世がソロモン王との対面を済ませて帰国する際に同行した人々の末裔だと伝えられている。彼らは1974年のエチオピア革命後の中央革命捜査局による迫害からイスラエル政府によって救出されるまでエチオピア国内で陶磁器の商いを営んでいた。これらの経緯により エチオピア皇室を象徴する紋章は、ソロモン王を由来とする後防政となっており、エチオピア連邦民主共和国の国章や、国旗もそれにちなむ形となった。建国当初のアクスム王国交易路エチオピアに、歴史上初めて国家として存在していたのが、アクスム王国である。紀元前5世紀から1世紀にかけて、ティグレ地方に起こったアクスム王国は、アドゥリスの港を得て、 交易によって発展する。その交易相手は、エジプト、ギリシア、アラブ、そして、インドであり、主に造牙、金、比較、奴隷を輸出し、代わりに、銅、鉄、銀細工の宝石、ガラス製品、上質の武器を輸入した。これらの富は、アドゥリスから内陸に 300km 入ったところに、 存在する首都アクスムに運び込まれ、アクスムの長い繁栄の石となった。この時期、ローマ帝国の力が航海に及ばなくなったことが、アクスムの流星を助けた。アクスムは、ローマの効果を真似た、金貨、銀貨、銅貨か,からなる、独自の効果を持ち、活発な交易の基礎とした。また、後原川の水運を通じて、シ守王国とも交易をした。 アクスム王国が最盛期を迎えたのは、クシ王国を滅ぼして、スーダン北部からアラビア半島南部まで領土を広げた350年頃とされている。アクスムの王、エザナは327年に石碑を建てたが、その碑文には、アクスムの王、ヒムヤルの王、ライダンの王、サバの王、ベジャの王、エザナという文言が、これまた支配地域の広がりを示すように、ゲーズ語、サバ語、 ギリシア語で掘り込まれていた。アクスムの最大半島を確立したエザナだったが320年頃にキリスト教へ改修している。ローマ皇帝コンスタンティヌス一世がキリスト教を公認したミラノ直霊は313年であり相当に早いキリスト教の需要だった。アクスムは当時アラビア世界に進出したことでサーサーナサ、ペルシアが 敵対国となっており、それに対抗するために、キリスト教をビザンティン経由で受け入れていた。アクスム王国で布教されたキリスト教は、東方教会系の日、カルケドン派に属していたが、エジプトのコプト正教会の影響を受けたために、独自のエチオピア正教とも言うべきものだった。だが、6世紀に入ると、ユダヤ教が息を吹き返して、キリスト教は迫害されるなど、 王国の時期によって、中心となった宗教は異なる。旧世紀の女帝ヨディドの代になって、ようやく、エチオピア正教は、ユダヤ教を追い落とすことに成功する。ただし、あくまでも、流星著しいイスラム勢力への対抗処置であった。最大半島築いたアクスム王国だが、征服王朝となったことで各地での反乱に手を、焼くことになる。 特にシュを滅ぼしたことで、シュの系譜にあるベジャ人は反発を強め、543年にキリスト教国のヌビア文明を打ち立て、アクスムと明確に敵対した。この問題は長く、アクスムによる統治に影を落とした。だが、何よりも、アクスムの調落を決定づけたのは、イエメンの領土の喪失であった。585年。 サーサーン・朝ペルシアのホスロを一世がイエメンに遠征軍を差し向けてくるとアクスムは壊滅的な損害とともにイエメンの支配権を失う。サーサーン・朝は651年に滅亡するが代わってイスラム教徒がイエメンと公開交易に乗り込みアクスムから交易の主役の地位を奪っていった。アクスムはそれでも政治的には イスラム勢力と表立って敵対することはなく、軍事衝突もなく、大国として300年以上君臨していたが、広大だが支配の及ばない領土と、イスラム商人の石鹸によってアクスムは、次第に衰えていった。特にアクスムの国威が貶められたのは975年の後継者問題だった。 アクスムの国王デグナ・ジョンは二人の息子、アンバサ・ウェダムとディル・エヌ・エオドのどちらに後を継がせるか迷い、エジプトから二人のコプト制教会の司祭を招いたが、二人とも別々の息子を選んだ。このため、後継者争いが起こり、アクスムは、キリスト教を、再び中心に据えた上で、敵対していたヌビア王朝へ、同じキリスト教国として、救援を求めるしかなかった。 一方でその内紛は、エチオピア北部でのイスラム勢力の伸長を招き、以後、約100年以上にわたって、アスクム周辺以外の統治能力を喪失する。一方、南のラスタ地方のアガウ族の集団は北へと、勢力を拡大し続け、1137年に、アクスム王国を滅ぼしてザグエアサを打ち立てるに、至った。 1137年にサグウェアサを成立したマラ、テクレハイマノート王は、アクスムよりも南方 300km に位置するラスタ地区を本拠地とし、その地区のロハに首都を定めた。ザグウェアサの支配領域は、ファーティマ町の新朝と、自らがエチオピア高地に寄っていたことから、アクスム王朝に比べて南方に移動していた。ザグウェ王朝は、 公会を支配するファーティマ朝と交易を行い、その利益が繁栄の源となった。一方、ザグウェ王朝は、キリスト教への熱心な奉仕者であり、1177年には、教皇アレクサンデル3世から、手紙が届けられるに至った。その手紙のやりとりはインノケンティウス4世から100年以上に、渡って継続的に続けられ、その結果ドミニコ派の修道士がエチオピアに、 派遣するなどの交流を生んだ。また、最初のインノケンティウス4世の手紙の宛名が、プレスタージョンに宛てとなっていたことで、これが後にエチオピアイコールプレスタージョン説の噂の出所となる。こうして、時の教皇に伝わるほど共通して、キリスト教を擁護してきた、ザグルエ王朝の歴代の国王だったが、その中でも、熱心だった王ゲブレマスケル・ラリベラは、 ラリベラの岩屈教会群を建設した。それは2万人以上を動員し、24年の歳月を、費やして、給料をくり抜いた11の教会群によって、構成された、地下人員だった。また、ラリベラは、聖地エルサレムにも巡礼を行っており、老いのナークエトラーブの巡礼とともに、エチオピアのキリスト教徒の存在を強く印象付けた。そのため、 バチカン図書館には、ゲーズ語で書かれた、ラリベラ伝が収められている。キリスト教を軸に、独自の建築美術を築き上げた、ザグウェ王朝だったが、国力は、アムハラジーな有力部族が独立の傾向を見せる11世紀から、衰え始める。ザグウェ王朝は、アガウ族によって打ち立てられた王朝だが、周囲には、より大規模なアムリク人などが存在しており、 その強調のほころびがそのまま国家の危機となった。ザグウェ王朝滅亡の直接のきっかけは、大継承をめぐる内紛であり、これに乗じて、王朝南端の諸和と、周辺地域のアムリク人らが、相次いでザグウェを攻め、ついに1268年、ザグウェ王朝は滅亡した。諸話出身のアムリク人、イクノアムラクは1268年に起こした、反乱の結果、 1270年に新たな王国を建設する。イクノアムラクは支配の正当性をメネリク一世に求め、その直系の子孫であるイクノアムラクの起こした王朝を復興ソロモン王朝とした。そのため、先のザグウエアサをソロモン王朝への三奪者と位置づけるとともに、自らの系譜を930年までにソロモン王朝の一族が、 ことごとく抹殺された中で、唯一諸アに逃れたデーナオドの子孫とした。また、新たな国の首都を諸アへ移し、諸ア出身の王は、諸王の王を名乗るようになる。イクノアムラクの建国と正当性の樹立には、諸アとアムリクのキリスト教徒が、大きな役割を果たした。そのため、テクレハイマノオトとキリスト教徒に寄進された領土は、全体の3分の1に及んだ。 イクノラムラクの没後は、後継争いの後、罰子のウェデム・アラド、ついでその子のアムダ・セヨニッセイが後を継ぐ。アムダ・セヨニッセイは、エチオピア南部を根拠地を築いていたイスラム勢力へ、軍事力を行使し、退けることで国内外の基礎を固めた。また、イクノラムラクが編纂を命じた、年代記、ケブレ・ネガストは、この時期に完成している。 1382年に皇帝となったダビート一世はエチオピア高原東部のワラスマ王朝イファとスルタン国に幾度も攻め入り1402年にはスルタンを戦死させるなどの軍港を挙げたしかし航海沿岸のアダルを中心としたイスラム諸国の抵抗は激しくダビートの息子であるテオドロス一世その後を継いだイシャク一世とエチオピアの皇帝は アダルトの交戦中に相次いで殺害されてしまう。この長く続いたイスラム諸国との戦いに決着をつけたのは皇帝ザラヤコブだった。ザラヤコブはエジプトに妨害されていたヨーロッパからの下記購入を航海に進出することで果たし、軍事的にも1445年のダワロの 戦いにおいてアダルラの軍勢を壊滅させた。ザラヤコブはアダルに兆候を課したが、スルタン制度は温存してアダルを属国として存続させる。また、ザラヤコブは海への出入り口を確実なものとするためエリトリアへ侵攻し、これを支配した。内政においては、地方にラスと呼ばれる諸侯を配置し、エチオピアに封建制度を構築する。 このため、エチオピア帝国の内外に安定し、皇帝は、名実ともにネグサネガストとなった。ザラヤコブのこのバエダ・マリアム一世は、軍事的な野心を示さなかったが、そのために、エジプトのマムルーク朝には、有効的な接近を図り、前世紀のマムルーク朝との激突を回避することが、できた。エチオピア皇帝ダ・ウィト二世、イスラム諸国の中にあるとされるプレスター・ジョンの伝説は、 1487年のバルトロメウディアスの公開の目的の一つとなるほど、ポルトガルの人々を魅了していたが、大公開時代が下るに従っていったのは、熱が冷めた状態となっていた。だが、ペルシア湾やインド洋のイスラム商人と競争相手として対峙するようになると、イスラム諸国の中でのキリスト教国の存在は、同盟相手として注目を集めるようになっていた。 その中でエチオピアに特に関心を寄せたのはポルトガルであった。初管から始まったやりとりは、やがてはポルトガル艦隊のエチオピアへの寄港の許可へとつながっていく。だが、エチオピアの北にはトルコ艦隊の停泊する水図があり、寄港地の提供は明白な敵対行為とみなされたためにイスラム諸国との間で緊張が高まった。 1525年前後になるとついに、オスマン帝国が動き、後押しされる形で、アダルの軍人アフメドイブラヒムガジを指揮官に抱いた、イスラム軍がエチオピアに攻め込んでくる。この突如として出現したイスラム軍に対して、エチオピアの皇帝ダオイト2世は11歳と幼く、領土を蹂躙するガジの軍勢に対して無力だった。デンゲルはポルトガルに援軍を依頼し、自らは、 修道院に逃げ込む。潜伏先でデンゲルは再起を図ったが、存命中に願いは果てたれることなく、その修道院は彼の終わりの住処となった。皇帝のこの境遇とその果ては研究者に強い印象を残し、この時期はエチオピア帝国の暗黒時代と呼ばれている。一方、ガジの動きによって属国からの独立を目指していたアダルだったが、 スルタンのアブンが暗殺されると、その混乱に乗じたガジとオスマン帝国軍によって征服される。ガジはこの地でイスラムの潤化活動を行い、自らの戦争を聖戦と称した。1535年、聖職者を通じてエチオピアはポルトガルに対して援軍を要請する。これに対するポルトガルの対応は簡慢で、バスコダガマの息子のクリストバンガマを含む、 数百人の援軍がエチオピアに到着したのは1541年であり、すでに救援を求めた皇帝ダオイト2世は死去していた。1542年4月、ポルトガル遠征軍と後継のエチオピア皇帝、ガローデオスの軍勢は、イスラム軍と交戦して、この初戦は、勝利を収める。しかし、8月のオフラの戦いでは、兵力差、特に騎兵の差があらわとなって、 ポルトガル軍は敗北した。ガマの息子も、この戦いで囚われて斬首された。敗戦による痛手を負ったポルトガル軍だったが、イスラム軍の追撃を免れることはできたために、再編成して、陣容を立て直すことには成功する。1543年、再び、ポルトガル遠征軍は、皇帝、ガローデオスとともに田中付近で、イスラム軍と交戦した。 この戦いにおいて、ポルトガルウェイン西軍が、イスラム戦法のオスマン帝国のヒナワジュ部隊を、壊滅させると、ほころびを見せたイスラム軍にガローデオスの軍が、死に物狂いの攻勢を仕掛け、ついには指揮官のガジを戦死させた。ガジの死によって、イスラム軍は崩壊し、ソロモン朝はようやくイスラム教徒の領有から、解放された。エチオピアの属国から反乱に組みしたアダルも、 1559年に南部から移動してきたオロモ人の襲撃を受けて衰退が決定的となる。その代わりにエチオピアは遊牧によって衝突を起こすオロモ人と分離独立傾向のあるティグレ人という二つの社会不安を抱えることになった。また外部のイスラム教徒とのさかいはこれで解決したわけではなく、以後も周辺のスルタンの侵略はたびたび発生する。 その結果、ガローデオスをはじめとするその後継たちは、たびたびイスラム軍との戦闘によって命を落とした。これはポルトガルがエチオピアを反イスラム同盟の戦方とする戦略のためであり、1632年に即位したファシュラダスの不信を招く。また、即位の経緯には、ポルトガルの布教したカトリックとエチオピア正教との対立による正常不安があり、 首都ゴンダルに移すとともに鎖国政策を実施し、安定を取り戻したエチオピア帝国は繁栄の円熟期を迎えることになる。エチオピアの九州18世紀の前半、北部のティーグレと西部のゴジャムは、アムハラ人との対立を深め、権力をめぐって、しばしば内紛を起こした。特に、ラスとして封じられた諸公が実力を蓄えると、 エチオピア帝国の支配層であるアムハラ・ショアに対して明確に反旗を翻した。その一部が首都ゴンダルへ向けて進軍すると、エチオピア皇帝イオアス一世は祖母の皇太后、メンテワブとの協議の上、ティグレ人の中でもトルコから大量のカキを購入して随一の軍事力を誇ったミカエル・セフルに救援を求める。当時、 エチオピア最大規模のマスケット銃部隊を持つゼフルは、これを受け、ゴンダルへ軍勢を率いて入った。だが、ゼフルの目論みは、三脱にあり、1769年に、イワス、メンテワブを殺して、最高権力者に名乗りを上げる。諸行であるラスが、王の中の王を殺害して君臨したこの象徴的な、事件は、諸高公時代と呼ばれる。 戦国時代の孔子となった。ゼフルは、区物として、ヨハンネス二世を立てるが、軍務を嫌うヨハンネス二世が陰性を申し出ると、わずか半年で毒殺して、テクレハイマノット二世を代わりに擁立した。絶大な権力を握ったゼフルだったが、1780年に、病没するとすぐさま次の三奪者にとって変わられる。ウォロ州出身のアリ・グアングラは、 ギオルギス一世を支援して行為につけると、1784年にはギオルギス一世を廃して自ら皇帝となった。グアングラはイスラム教徒であり、オロモ人のイスラム教徒が多数定住する野獣を基盤としたことから、彼の政権は野獣朝と呼ばれている。こうして、イスラム教徒として皇帝となったグアングラだったが、 すぐに少数派のイスラム教徒でゴンダルを支配することの無謀さに気づいた。グワングラはキリスト教に改宗することで柔軟に対応したが、結局は首都をゴンダルからデブレ・タボルへと移した。野獣朝の最盛期は1803年に即位したググサ・マルスによるもので、彼は帝国内で有力な存在であり、独自傾向の強いティグレ人を警戒して、 その監視下に置いた。セブルの一族に代わって、ティグレの支配者となったオレデ・セラシエは、古くからのキリスト教徒であり、野獣朝の政策を嫌うとともに、ソロモン王朝の復興を施行して沿岸部への進出を企としていた。しかし、一方では、沿岸部への進出のために、イスラム教徒への介従を行っていた。その矛盾をググサは煽り、同時に、 ティグレへの怪獣策を駆使して、ティグレ人の分断を狙った。ウォルデは逆に、反、オロモ人間情を利用して、反オロモ勢力を結集しての包囲網を構築しようとするが、高齢だった、ウォルデはそれを果たせず死去した。ググサは、この木を逃さず、反オロモの諸公へ、勢略結婚や、当主の交代を推し進めて、エチオピア北部の安定を成し遂げた。 しかし、ググサの死去によって、おもしが取れると、かつてのミカエル・ゼフルの一族と、ウォルデ・セラシエの一族との間でのティグレの主導権争いが加熱する。ティグレの内紛の勝者は、ウォルデのこのセバガデスだったが、この木に介入を狙ってヤジュアサの軍が行動を起こし、ダブラーベーで、セバガデスと交戦した。その結果は、 最高指揮官であるセバガデスとググサの息子である皇帝の双方が戦死するという甚大な被害をもたらしただけだった。ヤジオ朝は皇后、メネンが息子のあり二世を即位させて立て直しを図るが、ティグレは空白区となって隣接するセミエンに従属した。これにより、セミエンティグレの支配者となったウーベ・ハイラ・マリアムは、ティグレを 反オロモ勢力という共通点でまとめて、北部エチオピア最大の実力者となった。しかし、同時期に、エチオピア中部においてそれ以上の流星を見せたのが、ショアだった。サフレ・セラシエが1840年までに全域を統一したショアは、サフレ自身の外国との交流を好む性格もあって、イギリス、イタリア、 フランスといったヨーロッパからの客人を多く招き抜くことになる。サフレは熱心なエチオピア政教の信者であったタメソロモン王朝の復活を大義とし、そのために南方へ領土の拡大に乗り出した。また、武器弾薬を得る手段として奴隷交易を推し進める。諸話は小型の大砲などを入手し、大化として年間3000人から4000人の奴隷を輸出する。 ことで、北部エチオピア諸侯を上回る資金と軍備を手に入れていた。また、サフレの孫のサファレ・マリアムは、後のメネリク2世となる。カッサ・ハイル時代テオドロス2世の十字架、テオドロス2世後のテオドロス2世となるカッサ・ハイルは、タナコの西北部に位置する、クアラ地区の長の子として生まれた。身分としては、下級貴族ではあったが、その血筋を遡れば、 ソロモン王朝につながると周囲に見られていた。だが、カッサは、少年期に父を亡くし、親族によって財産を奪われた上に、修道院に入れられてしまう。体よく追い払われたカッサだったが、法律、歴史、宗教を学んで、自らの血筋の活用を見つけるとともに、長汁に従って、射撃や剣機でも、才能を見せるようになっていた。 1839年には死去したイボアニから兵力を相続し、17歳の若さで、ダナコからスーダン国境にかけてゲリラ戦を展開し、その徹底した略奪ぶりは公益省から恐れられていた。だが、カッサが単なる強盗集団にとどまらなかった。活動の大義として、クアラに勢力を伸ばす皇帝あり二世と、それを実質的に動かす。 母のメネン皇后に対する抵抗を掲げたことと、略奪したものを食う、藁の農民に分け与えて、義族として、支持を得たことで、カッサはこの地方に基盤を築き上げることに成功した。1845年になると、メネン皇后が折れ、クワラの長として追認するとともに、皇帝の娘を、カッサに与えた。この背景として、 エチオピア北部を支配しようとするゴジャムのビルル、ティグレのウーベとの対立があり、カッサにはその支援が期待されていた。だが、皇后とその夫が率いる軍勢がティグレのウーベを攻撃している最中、カッサはクワラ北東のデンビアを抑え、さらにアムリク人の本拠ゴンダルの選挙に至る。これに対し、 皇后の率いる軍は、ティグレ軍を退却に追い込んですぐに反転し、ゴンダルの脱会に挑んだが、カッサはその動きをも利用して、メネン皇后とその夫を捕虜とした。皇后らの身柄は、アリ二世の交渉によって返還されたが、その代償として、占領地の追認とデジャズマッチの称号を、カッサに与えねばならなかった。以後の五年間は、平穏な時期として、アリ二世と、 カッサは友好関係を維持し続けたが、カッサにとっては野獣朝を完全に葬り去るための準備の期間に過ぎなかった。カッサは再度反乱を起こすと18ヶ月間に及ぶ戦闘にすべて勝利し、1853年6月29日にアイシャルの戦いを行ってあり2世の軍隊を事実上崩壊させた。ティグレの有力者ウベも、 その一連の戦闘で、あり二世の味方をして打ち破られて、カッサに従属したため、エチオピアの歴史においては、この日をもって、諸高校時代が終焉を迎えたとされている。ゴジャムのビルルとの戦闘の1854年には、ビルルを捉えることで決着し、その功績をもって、エチオピア正教会から同年9月、小の王の称号を認められた。 これは、ソロモン王朝の復活を意味している。テオドロス2世時代ティグレのウーベは、カッサに従属していたが、ドイツを通じて領内に、昭和の王即位のための教会を建設するなど、内心の野心は、復従からの脱却を求めていた。だが、その動きは、カッサの監視によって見抜かれ、カッサはいち早く、ウーベの本拠地のセミエンに攻め込んでこれを占有する。 ルーベは、ティグレで編成した軍を率いて精神してくるが、カッサの迎撃によって粉砕された。こうして、完全に、エチオピア高地の支配者となった、カッサは、1855年に、昭和の王となる、西友式を行って、正式な皇帝となる。皇帝となった、カッサは、テオドロス2世を名乗った。テオドロス1世は、伝説上ではイスラムを倒し、腐敗。 飢餓といった国家の最悪を一掃した名君と信じられており、そのためにカッサはテオドロスの名を求めた。また、典型書ではテオドロスという名前について苦難からミニシュを救う救世主的な王とされており、それはカッサの求める理想の王の姿そのものだった。テオドロス2世となったカッサは体幹式で、 過去のエチオピア帝国の領土をすべて奪還し、王の権威にすべてを集めて支配することを誓い、即位後直ちにオロを攻めて、マグダラの要塞を落とすと、その地を首都とした。続いて、ショアへも、軍を派遣し、後のメネリク2世となるサハレ・マリアムを捕らえる戦果を、挙げて支配下に置き、エチオピア帝国は丘陵を取り戻すことに、ほぼ成功する。スエズ・ウンガと、 アビシニア出兵燃え上がるマグダラの要塞イギリスが、捕虜の解放を迫る風刺がテオドロス2世は、中央集権化しての近代化されたエチオピア国家を目標に、ラスの力を削ぐために世襲を禁じ、皇帝による任命制とした。さらには、常備軍を創設して、軍隊の質の向上と、軍事力の集中を目指し、道路などのインフラの整備にも力を注いだ。しかし、 これらの政策は諸行のみならず、提出内部からも強い反発を招き、中央集権化ではなく、結束の弱体化につながった。また、テオドロスはこれらの苦境を乗り切り、先進の知識を導入するため海外からの支援を、イギリスなどに頼んだが、テオドロスの対イ,イスラムを主軸にした外交は、すでに、オスマン帝国の弱体化によって、ヨーロッパの興味を引くものではなくなっていた。 むしろ、イギリスの興味は1869年の開業を、控えたスウェズ運河と、その権益上を抑えておかなければならない、アフリカの角にあり、この地域へのフランス、イタリアの干渉に注意を払っていた。テオドロス2世は改革の行き詰まりに焦りを覚え、幾度もイギリスに向けて、国書を送るがすべて無視されて、ついに、イギリスへの強行策に出る。 エチオピアに在留していた13人のイギリス人を捕らえ、軟禁状態に置いたのだった。これに対するイギリスの返答は、数千人規模のインド兵、44頭の像、大砲を輸送しての1868年のエチオピアへの大攻勢だった。イギリスの大動員は、アフリカ東部に対してどれだけの兵力を、 投入できるかという西欧各国に対するデモンストレーションの意味合いが強く、その対象となったテオドロス2世は対抗するための兵力を揃えることはできなかった。これは改革が諸侯の不評を買ったためであり、ティグレの勢力もイギリス軍に味方した。結果、テオドロスはマグダラの戦いにおいてイギリス軍の死者二人に対し、 死者800人という一方的な敗北を喫する。その敗戦を知った、テオドロス2世は、マグダラの陥落が免れないものと悟ると、1868年4月13日、自ら死を選んだ。エチオピア皇帝を自死に追い込んだ、イギリス軍は、当初の目的通りに捕虜を解放すると、戦後の混乱を避けるために全軍を引き上げた。 テオドロス2世いなき後のエチオピアには、ティグレのカッサと、捕虜となりながらも、テオドロス2世いに気に入られて、教育を受けた、ショア王メネリク2世いが残されており、有力者2人の後継者争いが起こることは、予測できることだった。イギリス政府は、外交官のスタンレーを通じ、テオドロスが去った後のアビシニアの将来には、関わらないし、たとえ内乱に陥っても、 関係のないことと以後のエチオピアへの関わりを放棄した。メネリクの挫折テオドロス二世の死後、皇帝となったのは、ギオルギス二世だったが、これは、ワグチクの長が混乱に乗じて、ゴンダルを占領した際に自称したもので、正式な皇帝ではなかった。当時の実力者として挙げられる二人、ティグレの諸侯カッサと諸アオのメネリク二世のうち、 ギオルギス二世のこもるゴンダルへ近い位置にいたのはカッサだった。カッサは1万2000人の兵を持ってギオルギス二世の率いる6万人の軍勢に戦闘を仕掛けアッサムの地でこれを打ち破った。カッサはこの戦いで2万4000人もの捕虜へ、またギオルギス二世をも捕らえることに成功する。これによりカッサに皇帝となる道が開け、声優式によって ネグサ・ナガストに君臨するとともに、自らの名をヨハンネス4世と改めた。出遅れた、メネリク2世は、このヨハンネス4世の即位に対して、消極的な反対を行った。すなわち、承認の拒否だった。メネリク2世はより積極的な妨害のために、エジプトをけしかけようとしたが、ヨハンネス4世は、エジプト国境に軍を配備して、隙を作らず、 メネリク2世の狙いは防がれた。代わって、メネリク2世が次に接近したのは、東アフリカへ進出の気配を見せていたイタリアだった。メネリクは友好関係を築き、近代兵器の購入につなげようとした。しかし、1878年になるとヨハンネス4世の勢力が拡大するとともに、圧迫を受けたメネリク2世の諸話に内乱が発生する。 しかも、その主犯として担ぎ出されたのは、メネリク2世の妻であった。メネリク2世はしばらくその対処に追われることになる。また、周辺地域も混乱するショアに背を向け、ウォロなどが、ヨハンネス支持に倶ら返する。一方、ヨハンネス4世は、この時期は、食糧難に苦しんでおり、食糧豊富なショアの反乱は、まさに渡りに船であった。 1878年1月、ヨハンネス4世が、ショアに軍を進めると、応戦の準備すらできないメネリクは、和平を望んだ。それに対し、ヨハンネスの要求は、奴隷500人、牛5万頭、馬千頭の貢ぎ物と、メネリクを上半身裸にした上で罪人の首かせを、つけて謝罪させるというものだった。メネリクは憤慨し、戦闘の準備を急ぐが、 膝元である諸話の評議会は、一方的に和平を決定し、メネリクもそれに従って和田ラ条約を締結した。和田ラ条約とは、メネリクがヨハンネス四世を承認することと、諸話王であるメネリクが、諸ョ王の王への名乗りを放棄することと、同時に、双方の勢力権を定める条約であり、これによりメネリクは、諸話と、ウォロとガラ地方の領有は認められ。 ヨハンネス4世は、ティグレ、アムハラ、ゴジャム地方といったエチオピア北部を支配し、テオドロス2世の築き上げたエチオピア帝国は二分される形となった。この時、ショアのオートリッチから、リブレ・バーハンへ選とされた。一方、この時期の1883年にはイタリアが、東アフリカにおける植民地を発し、エリトリアの植民地化を宣言している。 これはエリトリアと接するティグレの支配者、ヨハンネスにとって脅威となり、ヨハンネスはイタリアの動きを警戒した。イタリアはヨハンネスに代わってメネリクと友好関係を結び、イギリスもアフリカの各周辺にフランスが入るよりもイタリアが入った方が組みしやすいためにこれを黙認した。メネリクとイタリアは1883年5月に独自の通称 有効条約を締結し、武器取引は一層拡大する。イタリア政府には、メネリクを区物として、エリトリアのみならずエチオピアを植民地とする思惑があり、逆に、メネリクもそれを利用した。エリトリア戦争どがりの戦い1887年1月24日、ヨハンネスのエチオピア軍と、イタリア軍が、ついに衝突する。これはイタリアが1885年に、 マッサワーを占領し、さらには、ヨハンネスの支配するサハティに軍を送ったのが、発端だった。ヨハンネスは交渉で解決する道を模索したが、イタリアは、外交施設団を送りながらも返事を保留し、その間に、イタリアの将軍ジュネイを動かして、ヨハンネス領のワハーウィアを占領した。エチオピアの軍事と外交を一任されていた、指揮官、ラスアルラは、 イタリア外交使節団に対し、ジュネーの撤退に同意する、ように万人の兵力を背景に迫り、さもなければ、サハティを攻略すると、最後通帳を突きつけた。イタリアはアルラに対して、領土的野心を持っていないと釈明したものの、肝心のサハティからは軍を引くことはなかった。アルラは、同年1月24日、総兵力のうち1万人をサハティへ向ける。サハティには、 要塞が構築されており、イタリア軍は大砲と機関銃を備えて立てこもっていた。あるらは無理して攻撃を仕掛けず、これを素通りして、ジュネー将軍のいる、マッサは方面へ向けて進み続ける。一方、イタリアのサハティ守備隊は大軍を前にして援軍を要請していた。その要請を受けて救援に動いたのは、 イタリアのクリストフォリス隊540人だった。だが、マッサワとサハティの間に位置するドガリに到着して、しばらくして、クリストフォリス隊は、エチオピア軍に、包囲されていることに気づく。1万人の兵に囲まれて、クリストフォリス隊は、逃げることすらできなくなっていた。こうして、クリストフォリス隊は、アルラの迅速な包囲を前になす術もなく殲滅され、 540人中450人が戦死するという惨憺たる被害を受けた。この一方的な敗戦をイタリアはどがりの虐殺と呼んでエチオピアを避難する。エチオピアの戦法を卑怯極まりない不意打ちと攻め、エチオピア人は残酷な野蛮人であると決めつけて県連の材料とした。しかし、研究が進むにつれ、 エチオピアの進軍先に何の警戒もなく入り込んだイタリア軍の軽率さとエチオピアのアルラによる遭遇戦における適切な指揮が明らかとなるが政治的にこの事件を利用しようとするイタリアの帝国主義者にとって事実か否かは問題ではなかったイタリア国内では ナショナリズムの高まりが生じ、エチオピアへの対抗として、エリトリアの兵力を2万人と、大幅に増員する。ヨハンネスも対抗して10万人を合する大軍を動員し、両軍は、危うい均衡の中で、昇降状態となる。この火種は、後のアドワの戦いへ向かう要因の一つとなった。メネリクの即位メネリク2世は、この時期、 政略結婚によって足場を固めていた。ヨハンネス4世はカフファをメネリク2世に与える代わりに、ウォロの支配を東部と南部を地元の有力者に北部をヨハンネスの息子のアラヤセラシエに譲らせた。カフファとウォロの交換ではメネリクの方が損な取引ではあったが、メネリクは自分の娘のザウディトゥをアラヤセラシエに嫁がせる、不退条件を重視した。 また、メネリクは、以前妻が反乱の旗頭となった経緯から、離婚しており、新たな政略結婚の相手として、ドガりでの功労者であるアルラの妹、タイトゥを妻に迎えた。タイトゥの一族は北部への影響力を持ち、また、タイトゥ自身も、除血というべき気象の持ち主であり、たびたびメネリク二世の暴走を抑えた。ヨハンネスとメネリクの関係は、 これらの政略結婚を通じて有効的となる。また、西部のスーダンにイスラム教徒のマフディ国家が出現しており、聖戦を唱えてエチオピアへ進行していたが、これは両者にとって共通の敵であった。ヨハンネスはメネリクとの関係改善とイタリアとの商降状態を受けてマフディ軍へ攻勢を開始し、1889年には6万人の マフディー軍が籠もる基地をしばた叩く間に攻略していく。だが、その会進撃が続く、最中の3月9日、メテムナの戦いでヨハンネスは、致死の重傷を負ってしまう。ヨハンネスは、臨終の際に、義前の子の漫画者を、後継者に指名し、死亡する。漫画者は、指揮官として実績がある人物だったが、メネリク二世はこの後継に、 真っ向から異議を唱えて自ら皇帝を名乗る。たちまち両者は、後継者の座をめぐって、戦闘に突入し、イタリアの武器供給を受けた。メネリク二世は圧勝して、名実ともに、エチオピア皇帝となった。漫画者は、メネリク二世に服し、以後は、その協力者となる。これにより、もはやメネリク二世の即位に異議を唱える勢力は、消滅し、 ようやく念願の皇帝へと上り詰めた。第一次エチオピア戦争新種とアディス・アベバの位置、イタリアは支援を続けたメネリク二世が即位したことをエチオピアの保護国家の後期とみなした。1889年5月、イタリアはエチオピアとの地位を確認するウッチャリ条約を締結した。ウッチャリ条約はイタリア語とアムハラ語という双方の 公用語を用いた条文が作成された。ただ、その17条の他国との交渉の部分については、イタリア語版とアムリク語版では、明らかな差異があった。アムリク語では、エチオピアは、イタリア以外の国と交渉する際は、イタリアを利用しても良いという条文だったが、イタリア語では、エチオピアは、イタリア以外の国と交渉する場合は、イタリアを利用することに同意したとなっていた。 イタリア語の表現は、エチオピアの外交権をイタリアに委ねるという、保護国会同意する内容となっていた。エチオピア側が、条文の違いに気づいたのは、翌年の1890年であり、諸外国の手紙がことごとくイタリアの許可を求めた、ためだった。メネリク二世と妻のタイトは、すぐさま、イタリアに抗議を申し入れる。 イタリア側の全権大使アントネッリは、17条を、過ちだと他国に通告することは、国の威信に関わるためできないと難色を示すが、交渉の表舞台に出たタイトは、同様に、エチオピアの威信も尊重されるので、過ちであることはすでに各国に通知したと、なし崩しの保護国家を行動で回避した。さらに5条で構成された。 新たな協定提案がイタリアからなされたが、その第三条が、密かに、イタリアの保護権を肯定するものだったため、私は女であるため、戦いを好みませんが、これを受け入れるくらいなら、戦争を選ぶと、強硬的な姿勢を見せて、イタリアの文書の取り交わしのみで保護国化する目論みを、突っぱねた。タイトは、メネリク2世以上に、ティグレのエリートとして、 領土を脅かすイタリアへの対抗意識を持っていた。また、妻と意見を同じくする、メネリク2世も長年協力相手だったイタリアへの妥協を許さず、ついに1893年2月、ウッチャリ条約の破棄を、イタリア国王ウンベルト1世に通告する。この強硬姿勢の裏には、チュニジアをめぐって、イタリアと対立していた。 フランス、そしてそのフランスと同盟しているロシアといった勢力の支援があった。1892年に首都はディスアベバに移したメネリク2世は、1895年にエリトリアに攻め込み、撃退されてティグレへと逃れる。これが第一次エチオピア戦争が始まりであった。アドアの戦いのタペストリー現在のアドアイタリア軍は、 尖ガでの狩りを返すべく、エチオピア領内のティグレに攻め込むが、エチオピアはそれを待ち構えて逆襲し、イタリア軍を敗走させる。その戦い自体は、コゼリアイと言えるものだったが、イタリアへ勝利したという情報は、今まで政還を決めていた、諸部族をメネリク2世側につかせた。これにより、テオドロス2世時代とは異なり、団結した状態で、大イタリアに当たることになる。 イタリア軍の総司令官バラティエリは敗北によって慎重となり2万のイタリア軍をアドア北のソリア高原に進出させたものの補給の遅れから1ヶ月間動けずにいたその間イタリア軍は1日1 5 0ムの食料配給で飢えをしのぐことを強いられ次第に不満が高まっていく将校も早期決着につながる強行論を唱えるがバラティエリは 後続の援軍と補給を待つことを解き、イタリア軍の意見は二つに割れた。それでも何とか部下を抑えていたバラティエリだったが、1896年2月29日、メネリク2世、病に倒れるという情報が、イタリア軍にもたらされると、バラティエリも深夜の出撃を決意する。バラティエリは、イタリア軍を3体に分け、21時に、アドアに向けて、進軍を始めた。 一方、メネリク2世は、コプト正教会の聖堂で、イタリア軍が、偽情報を信じて動き出したと報告を受ける。3月1日、新型ライフルで武装する10万のエチオピア軍は、行動を開始した。アドアの戦いにおいて、イタリア軍の3部隊は、本隊、アルベルトネ・リョダン、ダボルミダ・リョダンによって構成されており、それぞれ大砲と4000丁以上の消火器を有する。 舞台であった。だが、地形に関する知識を軽視し、その上夜中の行軍でもあったため、アルベルトネ・旅団は行軍の目的地を見失ってしまう。午前6時、アルベルトネ・旅団は周囲を満たすエチオピア軍の姿に、一部隊で突出していたことを知る。疲労困憊していた、アルベルトネ・旅団は、たちまち、エチオピア軍の襲撃によって、犠牲者を増やしていた。 バラティーリはその苦境を知ると、ダボルミダ旅団に、アルベルトネ旅団への救援を命じる。命令を受けて、ダボルミダ旅団はすぐに動き出したが、不思議なことに、その進軍先は、アルベルトネ旅団の位置とはまるで正反対の方角だった。これは、後に、バラティエリが回想するに、崖に阻まれて迂回しているうちに始まった、迷走としている。ダボルミダ旅団は、 エチオピア軍のただ中で目的を失って放浪する集団となり、メネリク2世はこれを見逃さなかった。午前9時、ダボルミダ旅団の民兵大隊が崩壊すると、両軍入り乱れた大砲も使えない乱戦となり、イタリア軍の2つの旅団はたちまち殲滅されていった。イタリア軍は、本隊の支援のもと、かろうじて撤退することができたが、イタリア軍の死者は6000人。 捕虜も5000人を取られる大敗だった。エチオピアの損害も死傷者1万人という規模だったが、全体の1割の損害に過ぎなかった。このアドアの戦闘のイタリアの敗因は、補給の突きかけた状態で、地形も知らないまま敵地に侵入したことによる。第一次エチオピア戦争は、半年後の1896年10月に和平条約が締結されて終了した。 その内容は、戦前に、イタリアが有していたエリトリアと、ソマリア南部の領有を認める代わりに、オガデンまでのエチオピアの領有を認めるというものだった。だが、エリトリアとエチオピアの境界をどこに置くかの協議は、再びの対立を避けるために両者とも触れることは、なかった。これは、1998年の、エチオピア・エリトリア国境紛争の原因となる、保留であった。 メネリク二世の統治ヨーロッパ諸国に衝撃を与える勝利によってヨーロッパ諸国から主権国家として認められたエチオピアだがメネリク二世は列強に対する対等な外交を実現するため理想のエチオピア帝国の領土を提唱した北は国境線は曖昧であるもののエリトリアを国境とし東はイタリアとイギリスとの協議によってオガデンまでの領有で合意すると メネリクは南方と西方の領土拡張に興味を持った。西のスーダンはマフディ国家とイギリス、フランスが派を競い合っている状態であったため、メネリク2世はファショダ付近までの進攻にとどめ、フランスとはシロナイル協定、イギリスとは友好条約を締結して国境線の策定を合意した。南方は独立したイスラム国家を平定して、 ルドルフコ付近までを領有した。これにより、現在のエチオピアと、ほぼ重なる領土を持つことになった。しかし、一方では周辺を囲む勢力が、イタリア、イギリス、フランスといった、列強国となり、1906年に三国は、協定を結んで、エチオピアへの干渉を始める。いわば、エチオピアは、名目上では、主権国家を達成しながら、 実態としては以前として三国の意思を無視できる状況ではなかった。アフリカ分割後のエチオピアメネリク2世は内政においてはフランスベルギーイタリアの協力を受けて近代化を推し進めた。首都として建築したアディスアベバは1910年までに10万人都市として名実ともに首都となり鉄道をアディスアベバからファショダまで敷設した。また道路の整備も 積極的に行っている。メネリクの統治機関には数多くの橋も建設されている。また通信線も鉄道に合わせて併設し、郵便と通貨制度の改革も怠らなかった。さらには貨幣経済の基礎としてアビシニア銀行を設立する。これらの事業のうち鉄道事業はフランスが、銀行事業はイギリスがイニシアティブを握った。教育においては、 メネリク学校を開設し、知識人の育成を志した。それらの近代化政策の一方で、エチオピアで古くから存在する、濃度性は温存し、領主の権限に手を出して孤立した、テオドロス2世のわだちを踏まなかった。1906年、メネリク2世は、脳一血に倒れる。メネリクの様態は徐々に解放に向かうが、 すでに高齢となっていたことから一戦への復帰は、ほぼ不可能となっていた。メネリクの後継者と目されていた有力者は、長年メネリクの右腕として働き、アドアの戦いで軍を率いたハ離れ相徳マコンネント、かつて、ヨハンネス4世から後継者指名を受け、アドアの噴戦で名を上げた、ティグレの漫画者だったが、この時期相次いで病没していた。メネリクは、 自分の没後のことを考え、皇帝を補佐する内閣制度を1907年に創設し、1908年には後継者として、娘のシャワラッガとその夫のゴロのミカエルの子、つまり孫のリジー・アスを後継者に指名した。だが、この後継者指名に納得しなかったのが、メネリ君に代わって、実権を掌握しつつあった妻のタイトゥだった。 タイトゥはイアスの12歳という若さを懸念し、メネリクの前妻の娘、ザウディトゥを後継者に押す。おいのググサワレを結婚させ、ショアのザウディトゥとティグレのググサとを結びつけた上で、権力を握ることが目的だった。ショアの勢力も、ティグレとショアの融和の必要性では同意していたが、タイトゥ自身が、北エチオピアの利害を代表する人物だったため意義を、 表明し、ショアのリジーアスと、ティグレの漫画者の娘との結婚を提案した。しかし、タイトゥは情報することはなく、次第に、エチオピア宮廷はイアス派とタイトゥ派に分断されるようになっていった。1909年、リジーアスは、漫画者の娘と結婚すると同時に非公式ながら、行為を継いだ。これに伴って、ショアの貴族多ンマナダウが、 摂政の称号を受けるが、実験は、タイトゥが手放さず、ザウディトゥの擁立も未だ諦めていなかった。イアス派はこの状態を変えるべく、タイトゥ派の東国や、昭和のアバテを、ティグレの君主に任命して、内乱を起こさせたが、1910年にはついに、陸軍大臣、ハブタ・ギオルギスを動かして、タイトゥへのクーデターを起こす。タイトゥは、この時期、 夫の介護に暴殺されていたために対応できず、エチオピア政教の大司祭も、中立の立場を崩さなかったことから、タイトゥは、タサンマラの要求をのみ、以後しばらくは、皇帝の介護に専念する。またこの時期には、病死しなければ行為は、確実とされていたハラレ総督マコンネンの子、ラス・タファリマコンネンが、ウォロの君主の孫娘と結婚していた。タファリは、 クーデターにも関わっていなかったことから、ハラレ総督の地位を、父から継ぐにあたって、タマンサとタイトゥという対立する二人から同時に指示を受け、その人気を背景にして、着実に足場を固めていった。リジ・ヤスを好位につけ、摂政となったタサンマは、エチオピアの実権を掌握するが、その映画は一年で尽きた。1911年4月、バイドクによって、 タサンマは死去する。これによりタイトゥ派が息を吹き返し、財務大臣のアバタブアイアラを通じて影響力を駆使しようとした。しかし、陸軍大臣、ハブタギオルギスは、アバタの戦王を許さず、またイアスの父のミハイルは8000人の兵を率いて、アバタを捕らえて極に下した。1913年のメネリク2世の死去に伴って、 ようやく皇帝イアスの政権が受立された。イアスの代わりに政務を取り行った摂政は廃止され、ネグサ・ナガストとなる権利を得たが、イアスは、ソロモン王朝の子孫たるネグサ・ナガストを名乗らなかった。なぜなら、彼は、父のミカエルと同じくイスラム教徒であり、先祖は、ソロモン王ではなく、預言者ムハンマドだと公言したためだった。イアスはターバンをまとい、 スルタンのように人前で振る舞い始める。また、父のミカエルをティグレの王に認じ、このためティグレの部族からの激しい反発を招いた。これらの急激なイスラムへの転換は、当時全人口の30%を占めていながら、政治的な権利をほとんど持たないイスラム教徒の不満を解消する点では効果があるものだったが、 キリスト教徒を強いたげるという恐れは一人歩きし、エチオピアを包囲する列強国にキリスト教徒への虐待として伝わった。そのため、国境にはイギリス、フランス、イタリアが兵を展開したが、イアスは意に介さずに、ソマリアで独立運動を続けていた、デルビッシュ国の国王サイードムハンマドハッサンの娘を妻に迎えようとし、また、 オスマン帝国に対しては同盟の意思を伝えていた。また、後の第一次世界大戦につながる、同盟国側への参加をドイツから呼びかけられ、ドイツとの友好関係もあって、同盟に参加した。しかし、有事の際にはエチオピアを取り囲む、英仏のすべてが敵となる、この同盟を、エチオピアの諸侯は、受け入れるわけにはいかなかった。 1916年9月26日、かねてより英不意と争っていたハッサンに対して、援助を咎める手紙が3カ国の公使館から届くが、イアスはそれを目殺し、回答すらしなかった。その上、翌日の27日は、エチオピア政教にとって、重要な祝祭日マスカルであったが、イアスは首都に戻る気配すら見せなかった。エチオピア政教の大司祭マテフォスは、 それまで、イアスを、完全なイスラム教徒であるとは言えないとかばってきたが、もはや限界だった。27日、イアスの波紋をきっかけに、クーデターが起こり、財務大臣、ハイラ・ギオルギスのとに諸公が集まって、イアスの退位が宣言された。ハイラは続けて、新皇帝となる、メネリク2世の娘ザウディトゥと、その摂政となるタファリマ根年を発表した。タファリは、 クーデターにおいて黒幕の役割を果たしていた。敗位を宣言されたイアスはそれを受け入れず、まず自らはキリスト教徒であると宣言したが、波紋はもはや解かれることはなかった。イアスはトルコ系アラブ人を集めたが300人ほどしか調することができなかった。一方で父のミハイルはティグレで反発を受けて追い出されたものの、 本拠地のオロで兵を集めて、新皇帝へと戦いを挑んだが、摂政であるタファリの傭兵と、機関銃を採用し近代化された軍隊によって、敗北した。ミカエルは、捕虜となり、流刑地で2年後に死去する。この、イアスも、オガデンで1935年に死亡した。ザウディトゥが、女帝として君臨したエチオピア帝国だったが、諸皇に期待されていたのは、 摂政で人気の高いタファリマコンネ年ンだった。内政と外交のすべてにおいて、タファリが指揮を取り、ザウディトゥと対立しながらもタファリは混乱した国内に安定をもたらし、1926年に陸軍大臣が死去すると、国軍もタファリの指示を鮮明にする。外交においては1921年に、万国郵便連合に加入して、国際的に文明国の仲間入りすると、 さらに1924年4月からヨーロッパを外遊し、国際連盟への加入に向けて動き出す。国際連盟加入にあたっては、エチオピアの奴隷制が問題となり、その廃止が加入の条件となった。タファリはザウディットに依頼して、奴隷解放の直令を発し、無事加入を果たした。しかし、奴隷解放令には、ザウディットをはじめとする諸公が反対していたため、 実際には、主人の死亡を条件とした先送りの内容となっていた。また、列強に対しては、ドイツと通商上の関係を保ちながら、アメリカ、日本とも通商関係を結んだ。タファリの外交姿勢は、すべての列強と遠距離で関係を結び、エチオピアへの干渉を牽制させ合うという狙いに集約される。一方で、1928年に、 タファリは敵対するイタリアとも友好条約を結んだ。これはイタリアをすでに掌握していたファシスト党のムッソリーニによる衛生友好条約の呼びかけに応えたものだった。エリトリアのアッサブ港の自由な使用をエチオピアに許し、そこまでの道路建設を許可する代わりにアメリカの移民法制定のために毎年10万人送還されてくる。 移民の受け入れ先としてエチオピアの協力を求めるものだった。この条約は20年更新で意義がなければ永遠に更新されていくことが合意され、その成立を称するために国際連盟への届けでさえした。しかし実際にイタリアがこの条約を守った期間は7年間に過ぎなかった。ザウディトはべての実験をタファリに握られていたことについて、 不快の念を抱き続けていたが、1928年頃に、大病を患い、もはや余命数年という状況に陥っていた。宮殿のこの衛兵を率いるアバウェクアウは、ザウディトの移行を受けて、反乱を起こすが、間もなく、タファリに沈圧される。しかし、ザウディトはなおも諦めず、1930年には、ティグレの不満分子を率いて、全部のラスググサが立ち上がったものの、 これもタファリの対抗勢力たり得なかった。これにより絶望したザウディトは、大尉を決心し、1930年4月3日、タファリは、ネグサ・ナガストに即位する。この日より、タファリマ今年は、エチオピア皇帝、ハイレ・セラシエ一世となった。エチオピア1931年憲法制定皇帝即位後まず、憲法制定に熱意を向けたハイレ・セラシエ一世は、 政権に際して、1923年頃から、エチオピアに現れた、ジャポナイザーと呼ばれる、大日本帝国をモデルにした、近代化を模索した諸話の青年貴族や、知識人層の影響を受け、1931年7月16日に、制定された、エチオピア初の成文憲法である、エチオピア1931年憲法は、とりわけ全文において、 大日本帝国憲法をその範としたものとなった。しかしながらこの憲法は任意制を有しつつも、上院においては憲法第31条に規定に基づき、上院議員の皇定任命権が、下院においては憲法第32条に基づき下院議員を下級貴族や中級官僚から選出することが規定され、さらに議会よりも皇定の側近会議に、 立法的重要性が保たれるなど、立法府と司法府の独立が達成されない、絶対主義的な色彩が強い近定憲法となった。19世紀末からイタリアの人口は急激な上昇を見せ、国内では抱えきれない、余剰な人口を抱えるようになっていた。イタリアはその問題の解決をアメリカへの移住によって、解決しようとし、アメリカには、 毎年多くのイタリア人が移住してアメリカに一大コミュニティを形成していた。しかしアメリカは移民に対する方針を転換し1924年の移民法成立以降は逆に毎年10万人ものイタリア移民を送り返すようになる。イタリアの人口は1931年時点で4200万人に膨れ上がっておりファシスト等も 多産を奨励したため、世界恐慌と人口爆発が重なって、社会不安をもたらした。中でも特に人口が課題だったのは、農村部であり、そのため農業に従事する入植者の受け入れ先の確保が急務となっていたが、エリトリア、ソマリアには彼らを受け入れる工作地も、生産手段も不足していた。その、イタリアの急した視点からすると、 エチオピアの農業に適したエチオピア高原とプラチナ、ダイヤモンドといった資源の存在は非常に魅力的に映った。ムッソリーニはイタリア領東アフリカ帝国の建国に向けて動き出していた。ムッソリーニはイギリス、フランスとローマ協定を結び、イタリアのエチオピア領有への黙認にこぎつける。 信仰の準備を整えつつあったムッソリーニだがその規制を制したのは日本だった。日本はエチオピアとの通商条約の締結により武器、弾薬を積極的に供与しハイレセラシエ一世の外交努力もあって新聞は連日エチオピアとの親善を促していた。またムッソリーニの動きを決定的に成中を与えていたのは国際連盟の反対の動きだった。 しかし、日本が満州へ侵略することで、国際連盟の無力さは浮き彫りとなり、ムッソリーニを縛る枷が外れることになる。エチオピアとイタリア領ソマリランドとの国境にあるワルワルという町があった。ワルワルはエチオピア東部のオガデンの近くにあり、地図上はエチオピア領とされていた。しかし、イタリアはこの町の貴族についてエチオピアの領有を認めておらず、 1934年、軍を派遣して、占友状態に置いた。エチオピアの主権の侵害と見たハイレセラシエ一世も、軍を差し向け、小規模な衝突が生じ、イタリア兵60人、エチオピア兵200人が死亡する事態となった。このあるある事件をきっかけに、ムッソリーンには、攻撃的で野蛮なエチオピアに対抗するためと称して、 黒シャツ隊を編成し、ソマリアやエリトリアへ、次々と送り込んでいった。一方、皇帝ハイレッセラシエ一世は、国際連盟に調査団の派遣を要請しつつ、戦争への準備を始めていた。アドアの戦いを経験している、ムルゲタ陸将は、イタリアの軍備から、毒ガス、空軍、戦車の運用を危惧し、ドイツから、防毒マスク二万六千個を購入した。エチオピアの、 核部族への動員も要請し、75万円の動員力を確保した。軍備は空軍に対する降車砲、戦車に対する対戦車銃等の対抗手段を確保できなかったが、核部族の強出した兵力は主に旧式のライフル銃を所持していた。1935年。 イギリスとフランスはイタリアに対してエチオピアの独立を名目上維持しながら英仏で共同管理するというエチオピアを無視した妥協案をイタリアに示すがムッソリーニはこれを目殺しエチオピアへの単独侵攻を決定する。同年10月2日、ムッソリーニはアドアの戦いを引き合いに出した演説を行い我々から火の当たる場所を奪った。 不正義な黒人たちに正義を教え、文明化された我々の場所を取り戻さなければならないとして、エチオピアへの侵攻と、東アフリカ帝国の建国を訴えた。第二次エチオピア戦争は、その翌日から始まる。イタリア領東アフリカ帝国の領土地域区分、エリトリアのイタリア軍は、エミーリオデボーノ原水の指揮の下、1935年10月3日に、 エチオピア国境を侵犯して領内に突入した。そのうち一軍はアドアに向かい爆撃を駆使してそこを占拠する。この時エチオピアは国際社会に対してイタリアの仕掛けた戦争と印象づけるために防衛行動を行わずアドアから南方へと移動していた。イタリア軍はエチオピア軍が駐屯する幕割れに向けてさらに前進する。しかし デボーノの北イタリア軍は、現地の傭兵である、不正規兵を用いていたために連度が低く、指揮官の性格もあって慎重な攻防戦が続いた。この地帯は、 国際連盟で石油輸出制裁が可決される前に戦争を終わらせたいムッソリーニにとってはもどかしく感じられ、エチオピア軍のダムダム弾使用に乗じて1925年のジュネーブ協定で禁止された毒ガスの使用を促す。だが、デボーノは毒ガスの使用に難色を示し、かつ補給線が伸びきっている危険性から作戦の変更を求めたため、 名誉を損なわない形で前線から外される。代わりに司令官となったピエトロ・バドリオは航空機で毒ガスを広く散布し、兵士のみならず一般市民に大きな打撃を与えた上でマクアレを占領し、ティグレを勢力圏に組み入れた。また、アドアとマクアレの中間地点のタン,ベンテンビエンにおいてイタリア軍は エチオピアの陸将ムルゲタの軍との戦いとなり、エチオピアから三方面を包囲されかけたが、毒ガスによって相手を足止めし、ムルゲタの本体を集中的に狙い撃つことでこれを撃破した。さらに追撃の最中にムルゲタを殺害してアドアにおける敗戦の留因を下げる。双方の決戦となったのはマイチャウの町における攻防戦だった。この戦いにおける イタリア軍の攻撃は、ほぼ虐殺に等しかった。上空から、マスタードガスを撒き散らされ、肌がただれる激痛に抗戦力を失ったマイチャウの、町に、イタリア軍は、必要に爆撃と銃撃を加える。兵士も市民も次々と倒れていき、生き残った者には、爆風で舞い上がって液化した、マスタードガスの雨が降り注いだ。その上、マイチャウと近くのデシェの病院は、 重点的に爆撃された。これが後に、ハイレセラシエが、最大の悲劇と語る、殲滅戦だった。エチオピア北部に展開したエチオピア軍は壊滅し、タナコハンに逃れたハイレセラシエの兵力はすでに5000人を、切っていた。これは、首都アディスアベバの防衛どころか、皇帝ハイレセラシエの安全すら保障できない兵力で、あり、アディスアベバの議会は皇帝に、 イタリア軍から離れるように懇願した。ハイレセラシエは4月30日にアディスアベバに戻ると一族と側近を連れて5月2日首都を後にした。皇帝はフランス領ソマリーランドに逃げ込むとロンドンへ向けて出港する。ハイレセラシエには毒ガス使用と戦争の不当さを国際世論に直接訴えかける方法での抵抗を選んだのだがエチオピア国内に残って 敵を迎え撃つ、将兵、諸公の一部にとって、それは、祖国の放棄に他ならなかった。そのため、ハイレセラシエに対する不満は、諸公の間に暗い影を、後々まで落とすことになる。また、軍隊と指導者の消滅は、アディス・アベバを混沌に落とし入れ、統制を失った、エチオピアの兵士と市民によって、大規模な略奪と暴動が発生した。 5月5日、イタリア軍は、アディス・アベバに入場を果たす。まず、イタリア軍がしたことは、武力抵抗した者、皇帝に保護優遇された者、暴動に加わった者、武器を捨てない者を捕らえて処刑することだった。このパドリオの北部戦線に対し、ソマリアから西に進んでいたグラツィアーニの軍は近代化、されたイタリア本国の部隊が中心であったため、 通常の戦術でエチオピア軍を圧倒していた。エチオピア東部に住むオロモ人からも協力を得て5月8日には、ハラールを占領し、イタリアの初期の軍事目標であるエチオピアの3分の一に該当する北部と東部の制圧を達成した。しかし、未だ各所には抵抗するエチオピア軍と諸公が存在し、そのためにエチオピアの当初の目的であった。 移民活動については、父として進まなかった。アディスアベバとハラールの制圧と時を置かず、5月9日、イタリアは、エリトリア、イタリア領ソマリランド、エチオピアの3カ国にわたる、イタリア領東アフリカ帝国の建国を宣言した。その皇帝には、イタリア国王、ビットリオエマヌエーレ3世が即位し、エチオピア皇帝に習って、ネグサ・ナガストを名乗った。 1936年のアディスアベバ攻略の後、イタリアはエチオピアの獲得を宣言したが、この時点でイタリアの支配に服さない地域はカッファ、ショア、アルシシ、バリ、ゴレといった地域で、それは合計で全領土の3分の2にまで達していた。それらの地域は黒いシ子たちと呼ばれるレジスタンスによって反イタリア、活動が活発だった。 イタリアはそれに対し厳しい対処で臨み、レジスタンスの指導者とそれを支援する者はほとんどは処刑された。ただし、レジスタンスの指導者として、最も有名なラスエムル、後に自伝を残したイエル・マデレサは、見せしめとしての用途を期待され、即座に処刑されず刑務所に置かれたまま生き残るが、これは、珍しいケースだった。また、イタリアの追求は、聖職者も、 大正都市、エチオピア政教の大司祭ペトロとその後を継いだ、ミハエルは、イタリアへの協力を拒んだことを理由に死刑が、宣告された。この時期、修道士だけでも100人以上が処刑されている。さらに皇族も、例外ではなく、ハイレセラシエの娘のウェルクは極につながれたまま死を、迎え、その夫は銃殺された。 1937年2月19日にグラッツィアーニへの爆弾テロが起こると、グラッツィアーニはそれを口実にエチオピアへの大規模な弾圧を実施し、指導者たり得る教養のあるエチオピア人であるだけで弾圧の対象となった。その対象となったエチオピア人の数は、イタリアの管理能力を超えるほどで、刑務所に入りきらないという理由により、 少なくとも3000人以上が動物用の土壌で処刑されるに至る。そのあまりの徹底ぶりはイタリア軍の一部に不服従を生じさせたほどだった。この弾圧によりエチオピアの知識人層は戦前世代と戦後世代の間に欠落した空白の世代が存在している。初期のレジスタンス指導者も多くが捉えられて、 処刑されたが、エチオピアのレジスタンスのゲリラ活動自体はむしろ拡大した。ティグレのセイオムマンガッシャといった諸行もレジスタンスの支援に回る。イタリアの敗戦まで抵抗を続けたレジスタンスとしては、テクレウェルでベライゼレクエ、マモハイル、ハイルケブレトラが存在し、彼らは初期では皇帝への忠誠を確信していたが、 やがては亡命した皇帝への批判を繰り返すようになっていく。彼らの皇帝への不満は、後々まで尾を引く問題となった。1936年6月30日、国際連盟総会において、イタリアは、連盟規約に基づき、文明の使者として、エチオピアに公正と解放をもたらす聖なる使命を、完遂したと、エチオピア侵略を報告した上で、シカルに、 文明国の責務を果たしたイタリアが、経済制裁という異常な事態に置かれているとは、いかなることかとその経済制裁の解除を求めた。イタリアとの戦争を避けたかった、フランス党は、その提案への賛意を示す。続いて演台に立ったのは亡命中の、ハイレセラシエだった。ハイレセラシエは、イタリア代表とそのジャーナリスト12人の罵声を、 浴びながら、イタリアの提案は、毒ガス使用の根拠と同様に、エチオピア人は、文明人ではないため許されるとするもので、それは事実ではないし、違法性を阻却する、妥当性にも欠けると訴えたが、総会での審議で、イタリアへの制裁解除に難色を示したのは、南アフリカとニュージーランドの2カ国だけであり、この2カ国も7月4日の総会投票では、票を変え、 イタリアの経済制裁解除提案は賛成44、危険4、反対位置で可決された。7月15日にムッソーリーニはアフリカ、ヨーロッパのいずれにおいても文明とマサヨシが勝利を収めたと宣言する。しかし、イタリアの目的であった植民計画においては目標とする100万人に対し実際に移民した人数は14万強にとどまり、 さらに自給自足もできず、レジスタンスの攻撃も頻繁に起こっていたことで10万人が帰国した。1939年9月1日、第二次世界大戦が開始される。当初は、軍備が不十分であることから参戦を見送っていた、イタリアだったが、ドイツの戦果を見て、1940年6月10日に、フランス、イギリスへの戦線を布告した。 東アフリカの植民地においては8月3日、ナージー将軍に率いられた4万の軍団が、イギリス領ソマリランドへ進攻を開始した。イギリスがこの地に配置していたのは、インド兵など1万3000に過ぎず、イギリス軍は、ベルベラの攻防戦の後に、カイロから脱出する。 この戦いでの死者は、イギリス軍が250人に対し、イタリア軍が2000人と被害が大きいものになった。同年11月、イギリス軍は、スーダンのガラバトとソマリアで反撃に移り、スーダン方面は撃退されたものの、ソマリア方面は、イギリス軍の勝利に終わった。イタリア軍は、この結果に両面を守ることは、不可能と判断し、 スーダン方面の軍をエチオピアに集中させようとする。しかし、その動きを察したイギリス軍は、再編成した部隊でイタリアを追撃し、その旅団長を捕らえるなどして、イタリアの戦力集中を妨害した。その間にもイギリス軍は、モガディシオを占領すると、イタリア領ソマリアへ軍を進める。この推移を見守っていたエチオピア皇帝、ハイレセラシエ一世は、 イギリス軍とともスーダン方面からエチオピアに再入国を果たし、1941年1月10日にゴジャムの地を踏んだ。それと時を同じくしてエリトリアのイタリア軍はフランスとイギリスの共同攻撃で壊滅し、イタリア海軍も降伏した。アディスアベバのイタリアは交戦を断念し、東アフリカ帝国の複王をあおスタコーラはアディスアベバからの撤退をはじめ、 後に降伏する。イタリア軍はゴンダル周辺で、まだ交戦する部隊を残していたが、首都への進軍を妨げる勢力は存在せず、ようやく、ハイレ・セラシエは、首都アディスアベバに帰還する。くしくも、それは、イタリア軍に占領された日付と同じ5月5日のことだった。帰国した皇帝ハイレ・セラシエ一世は、エチオピアの国民から熱狂的な支持を集めた。 その信仰に近い崇拝は、ハイレ・セラシエの権威を、イタリア侵略以前を遥かにしのぐものに押し上げる。そのために、ハイレ・セラシエは、戦後の生態において、立憲君主制ではなく、旧来の絶対主義を選択する。権威に批判的な勢力としては、レジスタンスの指導者から取り立てられたショコラがいたが、エチオピア政界の主流にはならなかった。 ハイレ・セラシエと共に、エチオピアの政治を取り仕切ったのは、皇帝の国事を預かる職務の大臣であり、1943年以降は、実質上の首相として機能していた。1955年までのギオルギス・ワルダ、1961年から1974年までのアキル・ハブタといった大臣は、それらの中でも特に有力な存在であった。ハイレ・セラシエの統治は、 軍事、経済的に最初はイギリスに、後にアメリカに従属することで資本を呼び込むというもので、東西冷戦を利用して多数の借款を集めた。イギリス、アメリカは、エチオピアの農業大臣、商務大臣を兼ねるメコネンワルダを通じて影響力を行使し、反体制派をソ連に走らせた。ハイレセラシエは1955年には憲法改正を行い、 皇帝の神格化,化と無病性を再確認した。ハイレセラシエが最初に乗り出した産業の育成対象は農業であったが、近代化の進展は全土にわたって停滞した。これは植民地化を拒んで西洋の技術や思想の侵入を拒み続けていたため、アフリカの他の国々に比べて経済計画の導入が困難なためだった。その中において、 1952年からアメリカが技術援助を行ったカッファのコーヒー栽培は順調に進みイエメンのモカ工から積み出されるコーヒー豆はアメリカに5000万ドルの利益をもたらした。1960年にはアメリカが200万ドルの開発融資金が貸し出されたがそれにより南部では私的土地所有が進み土地が高騰した。一方北部では 旧来の土地制度を守り続け、効果は地方によりまちまちだった。商業においては1960年代になっても、国民総生産の7%を占めるのみだったが、コーヒーといった商品作物を利用して規模は拡大していった。輸出品目には、それぞれ管理するボードを設置し、輸出される数量、価格を調整していた。 工業においては1952年にイギリスの軍政下から連邦として加わったエリトリアが著しい進展を見せ、旧来のエチオピアは緩慢な進捗であった。その中ではアディスワベーバ近郊には電力会社が設立され、石油生成工場、セメント工場が建設され、石油、セメントといった都市計画に不可欠な資材が生産され始める。 輸出品目としては、目乗り物工場と、製糖工場の生産品がエチオピアに外貨をもたらす。しかし、工場は、ほとんどがアディスアベバに偏っており、その建設に伴う利権と繁栄の集中は、次第に、諸行の反感を育てていった。ハイレセラシエは、イタリアの占領以前からハイレセラシエ、軍事訓練校を設立するなど、軍事改革に乗り出していたが、 皇帝に復帰したことで、その改革をさらに推し進めていく。軍の改革はイギリスから1942年に同意書を、アメリカからは1953年に同意書を取り、両軍の関与の下で推進された。エチオピア軍はイタリアへのレジスタンス活動から引き継いだ。非正規軍が多く、地域の領主との関わりが深かった。 ハイレセラシエはこれを自らの統制に戻すべく正規軍へと徐々に編入させていった。この正規軍造員の背景にはソナリアとの間で貴族を争うオガデンの存在があった。1953年、ハイレセラシエはさらにスウェーデンに5000人の帝国親衛隊を送り、エリート部隊としての訓練を受けさせたが、陸軍と親衛隊。 そして親衛隊内部での待遇の差が激しい反目をもたらすことになった。大ソマリア主義エリトリアは1952年までイギリスの軍政下にあったが国際連合でエチオピアに連邦という形で参入する。帝国への編入でも独立でもないこの形はカグニューへの通信基地の提供を受けエチオピアへの編入を支持するアメリカと 独立を支持するソ連との妥協そのものだった。しかし、エリトリアは本来エチオピアとは異なる歴史をたどってきた国家であり、宗教をはじめ文化も差異が大きかった。そのため、国連の措置の乱暴さは、ベルギーのアフリカ専門家バンデルをはじめとする研究者からの指摘を受けたが、その決定は、覆ることはなかった。エリトリアは自治権を、 形だけ認められてはいたが、軍事と外交はエチオピアが握るため主権はなく、貿易も、工業生産もエチオピアが管理した。1958年にはそれまで許されていた、エリトリアの国旗掲示が禁止され、使用言語もエチオピア公用語のアムハラ語を使うように、強いられた。この処置に対するデモも発生したが、エチオピアは発砲で、これに応え、 532人の死傷者が発生した。エチオピアはエリトリア議会への圧力を強め、帝国議会は1960年に政府の権限を縮小して官庁に置き換える提案を全会一致で可決する。これは後の完全併合を睨んだ準備であり、エリトリア人たちは猛反発した。1958年。 イスラム教徒を中心に、エリトリア解放戦線が結成され、中近東のアラブ勢力の支援を受けて、自治権の確立を目指した。また、しかし、エリトリアは1962年に併合されて、エチオピアの一州となり、以降30年に及ぶ、武力闘争の幕開けとなった。また、ソビエト連邦や中華人民共和国の支援は1970年、 エリトリア人民解放戦線という別の組織を作り出し、こちらは自治権を求めて闘争を開始した。この他にもエリトリア解放戦線人民解放軍と大小二桁に及ぶ反政府組織が乱立した。一方、かつて第二次エチオピア戦争の引き金となったオガデンはエチオピアの領土とされていたが、 その主な住民のソマリ系諸民族やオロモ人はイスラム教徒であり、エチオピアの支配には抵抗を示せていた。一方、第二次世界大戦後のアジアアフリカにおける民族自決の流れの中で、イギリス領ソマリランドとイタリア領ソマリアは、それぞれ1960年に独立し、合併して一つの国ソマリア共和国が誕生する。 与党となったソマリ青年同盟は木工のナショナリズムを全面に押し出す大ソマリア主義を提唱した。これはすべてのソマリ系はソマリアへをスローガンとし、エチオピアから重い家畜税を課せられたオガデンの住民はソマリアの支援を求めた。しかしオガデンの抵抗の中心はオロモ人であり、分離ではなく搾取への反乱が目的だったためにソマリアも 本腰を入れて介入することはなく、表だった紛争は発生しなかった。両軍が、泥沼の戦闘を始めるのは、シアド・バーレがソマリアに、軍事政権を樹立し、エチオピアに攻め込む1974年以降であった。1960年に、皇帝ハイレセラシエ一世の外遊中に、クーデター未遂が発生するが、これは、親衛隊のネウェイ兄弟が、 軍部の主導権を握るために起こしたものであり、アスファ皇太子を脅して担ぎ上げたことからも、体制自体の転覆は考えてはいなかった。そのため、ラジオで、アスファ皇太子に声明文を発表させたものの、ラジオ自体の流通の少なさとハイレセラシエへの権威から、続くものはなく、すぐに鎮圧されて、アスファ皇太子も救出されたが、 皇族18人が突撃の際に反逆者によって殺害された。多数の親族の死と自ら子外として育成した親衛隊の反乱はハイレセラシへの振る舞いに影響を与える。それまでイタリアへの抵抗活動の英雄である諸侯たちを自らへの批判を理由に次々と処刑していった。また当初は 自ら熱心に改革に乗り出していたハイレセラシエだったが、1970年代にもなると、国事を預かる大臣アキルハブタの戦王を許すようになっていた。周囲の側近らがもたらす情報をそのまま受け入れ、エチオピアの根幹産業の行き詰まりを全く理解できていなかった。1967年の 第三次中東戦争によって封鎖されたスエズ運河は、エチオピアの石油製品の価格を高騰させ、タクシーは運転するだけ赤字になるため、エチオピアから姿を消した。原油価格に合わせて物価は上昇し続けて、1973年は1ヶ月で前年比20%を上昇し、それに対して政府は無策だった。さらに、 農業の近代化は依然として放置されており、技術の乏しいエチオピアの農業は、1972年から1年にわたる大干ばつに何の対応もできなかった。そのため、干ばつに続く1973年の基金を避ける人為的な手段は何一つ打たれることなく、ウォロ州、ティグレ州、シダも、 州の飢餓は深刻を極めた。ウォロだけでも、わずか4ヶ月で10万人の餓死者が発生し、放置された飢餓はさらにまま、ショア州、ハラルゲ州といった地方へと広がっていった。国際社会はこの惨状について、エチオピア政府を非難するとともに、オイルショックの混乱に見舞われながらも、救援物資を送り届けたが、それらは、異性者の不正行為によって、 高額で売り裁かれることになった。基金の後期には、ついに合死者は20万人に達する。だが、皇帝は、基金が起こっていることすら側近に知らされず、国内の報道機関は、強い言論統制で縛られていた。政府は、基金のニュースをデマであると否定し、対処のなされない基金と失業がエチオピアに蔓延した。 それらの事情を一切知らないハイレセラシエは、ペットのライオンに肉を与えている写真を撮影され、公表によって、民衆の激しい怒りを買った。1973年に入ると、インフレと低賃金から労働者は、労働組合を作り、ストライキが各地で起こされた。軍部においても飲料水と食料の配給が滞り、南部のネゲレで、陸軍第四師団の反乱が起こる。 特に、エチオピア政府にとって痛手だったのは、2月の旧、エリトリアの首都アスマラでの陸軍、第2師団の反乱であり20、20%の賃金引上げを求める訴えは、海軍、空軍にも、支持の輪を広げた。ハイレセラシエは当初、この反乱に対し強気で臨んだが、2月28日には、クーデターを起こされて、 首相らが捕らえられるという事態に陥ると兵士たちの要求を聞き入れた。兵士の要求によって首相に就任したエンダルカ中、マコンネ年は事態を収めるために、ハイレセラシエの権限を抑える、立憲君主制の採用で体制の維持を図ろうとしたが、軍部と民衆が求めるのは、共和制であり、象徴としてのハイレセラシエの温存はほぼ絶望的となる。 また、この皇帝の権威の失墜と時を同じくして、ホレッタミリタリーアカデミー卒業らによって、デルグが結成され、共和制による新たな国家建設を目指して軍部に活動を広げていった。1974年9月11日午前3時、外出禁止令が布告されたアリスワベバ市街を、エチオピア軍の部隊が、宮殿に向けて移動を始める。 午前7時半、ラジオは皇帝の大意を伝えた。皇帝は巨大な宮殿から小さなフォルクスワーゲンに強制的に移され、アディスアベバから連れ去られた。翌日、皇帝は殺害された。交渉3000年の歴史を誇るソロモン王朝の終焉だった。実行者は軍のハイレマリアム少佐であり、その行動の背景には、デルグ政権の訂正解体の決断があった。 エチオピア人口分布革命によって皇帝を排除したエチオピアの軍部だったが、求進派や学生、労働者の期待する共和制にはすぐに移行しなかった。当面の間は臨時軍事行政評議会によって運営されることになり、その議長にはアスマラの反乱の調停者、アマン・アンドム中将が就任した。しかし、エリトリア出身のアンドム議長は、 エリトリアの独立に理解を示し、急進的な改革を好まなかったため、1974年11月17日に解任され、11月22日に軟禁、翌23日殺害された。公認の議長には、ハイレ・マリアムが臨時に代行した後テフェリ・バンテ順庄が就任したが、実質的に支配していたのは、議長の座を譲った。 デルグを主中に収めていたメンギスツハイレマリアム陸軍少佐だった。当時の軍部を支配していた思想はエチオピア第一主義であり、軍による国家の統一を掲げていた。これはソマリアでいう大ソマリア主義と似通った考えであった。プマックにおいて最も強硬にエチオピア第一主義を唱えていたのはメンギスツハイレマリアム陸軍少佐であり、 右派のエチオピア民主同盟に対抗して社会主義政策を提唱してプマックの実権を握った。だが、メンギスツは社会主義者ではなかった。これは当時アフリカにおいて社会主義を提唱すると国民の側に立つ存在とされたことから政策の内容に関係なく主張しただけであり、実際は民族主義者に過ぎなかった。 メイン技術が1974年にブマックを通じて発表した国の指針となる10項目の提言も統一国家を口実とした民族同化政策でありアムハラ語の使用とエチオピア正教会への信仰の強制につながるものだった。しかし、それはかえってティグレ人、オロモ人らの民族意識を目覚めさせティグレ人民解放戦線 オロモ解放戦線等が結成されて、プマックと対立した。また、メンギスツは労働組合連合には、解散を命じ、自らの思想をあらわにした。メンギスツハイレマリアム独裁の体制を整えた、メンギスツはより盤弱な体制を築くために全エチオピア、社会主義運動に接近し、同じ社会主義者の、エチオピア人民革命党への攻撃を始めた。 両党は共に社会主義政党でメンギスツラの軍部が政治をコントロールする事態を嫌っていたがメンギスツの社会主義者という自称を信じ切ってしまっていたメイソンは政治の安定まで軍部の力をある程度利用することは仕方がないとありきり協力体制を作った。メイソンの協力は後に1986年4月に 開校するマルクスレーニン主義の幹部を要請する機関、イエカティ66イデオロギー校の設立につながった。しかし、そこで教育される内容は、共産主義ではなく、ソ連型の一党独裁体制の確立の必要性であった。メイソンは1977年8月に協力関係を解消している。メイン技術は1977年2月3日、 プマック議長のタファリベンティを粛清した後、自ら議長に就任した。これにより、権力の絶頂期に達したメンギスツはエチオピア、人民革命党を徹底的に排除する決意を固め、イププの脅威と反社会性について大キャンペーンを張った。これにより、メンギスツは自らに反対するプマック内部の右派と共にイププ狩りを開始し、 イププのメンバーとされた人物は即座に逮捕され処刑されていった。かつて協力関係にあったメイソンもイププと同一視されて次々と投獄されていった。5月上旬の数日間で2万人が殺害されたとされ、政府の過小な見積もりでも732人の死亡が確認されている。これらイププに対する攻撃は白色テロールと呼ばれたが、 対抗したイププの反撃は赤色テロールと呼ばれ、エチオピアは事実上の内戦状態に陥った。アディスアベーバだけで1万人が赤色テロールによって殺害されたが、政府による白いテロールはイププと疑われた人々を中心に3万人以上を収容所に押し込め、次々と死亡させていった。これにより、この時代のエチオピアの青年、インテリ層は、 イタリア侵攻と同様に大きな空白を生じることになった。イププは、メンギスツの攻撃を地方に逃れて、活動を続けたが、メイソンは、ネダヤシに近い被害を受けて、その後二度と統制を取り戻すことはできなかった。メンギスツ政権は、ソ連の支援を受ける一方、アメリカ帝国主義、イププ、ハイレセラシエから続く、保守勢力ら、 根絶できない敵を抱えて政権運営を行い、1974年から続いていたオガデンの飢餓に対してしばらく手を打っていなかったが、ようやく18の難民キャンプを設置して飢えた70万人の救済に乗り込んだ。だが、免疑室の民族主義によってエチオピアの監視下では、 イスラム教の習慣を行うことが許されず、大多数のオガデン人はキャンプを出て、イスラム諸国に助けを求めようとした。その動きは、オガデンの分離独立とその後のソマリアへの併合を望む、西ソマリア解放戦線にとって、好都合で、ソマリア政府は、WSLF を援助するとともに1977年には、自らオガデン砂漠を通過して、エチオピア領内に侵攻した。 エチオピアはソ連の支援を受けていたのに対しソ連からの支援を打ち切られたソマリア軍はアメリカの援助を受けた冷戦の構造そのものの戦争は決着まで11年間かかる泥沼の戦いとなった戦争は1988年に停戦という形で終結するが残されたものは以前と変わらぬ国境線と難民によって衰退したオガデンの街 そして疲弊しきった両政府だけだった。国家統一の方針により、強制的にエチオピアの一州に併合されたエリトリアだったが、独立を目指すエルフ、イプルフ、エルフ PLF らのゲリラ戦は衰える気配を見せず、さらにエチオピアから逃れたイププがエリトリアに潜伏したことで、ギス室の悩みの種となった。イプルフは1976年に、 スーダン国境の街カロラで政府軍を壊滅させると翌年には政府の重要な補給基地アファベトを陥落させた。破竹の勢いのイプルフには他のエリトリア独立派からも続々と流入し、イプルフにほぼ一本化されたエリトリアの独立勢力に対してエチオピア軍はアスマラに牢上して防衛に専念するしかなかった。 デルグ政権崩壊後、アディスアベバ市内で遺棄されたエチオピア軍戦車、メギスツは、自らのエチオピア労働者等による一党支配を変えることはなかったが、選挙を見て、エリトリアの優遇、地方の自治共和国か、エチオピア人民民主共和国への解消といった妥協案を提示し、1987年の選挙において、憲法を改正すると議会からの指名により、 大統領に就任する。しかし、その間にもソ連がペレストロイカによって支援の打ち切りの検討を始め代わりの援助を求めてアメリカを頼ったが、アメリカは人権と民主主義の実現を求めてむしろ反政府勢力への支援を増やした。1988年アスマラにこもっていたエチオピア軍が エリトリア独立を求めるイプルフの攻撃によって決定的な敗北を喫した。イプルフの動きはエチオピア北部のティグレ人たちに影響を与え、ティグレ人民解放戦線が結成され、ティグレとウォロー地盤に民主化を求めて放棄した。1989年には、ョアにまで進出し、エチオピア人の40%を占めるようになっていた。 オロモ人たちのオロモ人民民主機構も加わって3、組織合同のエチオピア人民革命民主戦線が結成された。ソ連がメンギスツ政権への援助を完全に打ち切った1989年、イプドフはエチオピア政府軍への攻勢を開始した。1991年2月13日、ゴンダルとゴジャムに駐屯していた政府軍がイプドフの攻撃によって、 完全に壊滅して、もはや反撃は不可能な事態となり、メンギス室政権の命運は尽きた。しかし、メンギス室は、この際に3400人のティグレ人をイプドフの関係者として処刑した。この結果メンギス室政権はますます人心を離反させただけに終わり、イプドフの呼びかけによって、ギス室を見捨てる都市が現れ、反政府勢力に拠点を与えるとともに、 首都への進軍を可能とした。1991年5月には、メンギスツ政権にとどめを刺す、ワレリ軍作戦が成功を収め、メンギスツ大統領はジンバブエに亡命し、16年に及ぶ独裁政治の終止符が打たれた。メンギスツの逃亡後、タスファレ・ゲブレ・機ュによる代行を挟んで、人民共和国の解体後、 イップドフのメレス・ゼナウィ初期長が暫定で大統領となり、1995年8月には、新憲法を交付して、エチオピア連邦民主共和国と名を改める。表現の自由が認められ、公正な選挙が実施されるなどメレスの指導の下で、民主化への道を進み始めている。 メレスは1995年8月22日に、オロモ人民民主機構出身のネガソギダだが、エチオピア連邦民主共和国初代大統領に、就任した際に首相に就任し、2001年10月8日に、ギルマーウォルドギオルギスが、第2代大,大統領に就任した後も首相に、留まっている。また、独立したエリトリアとは、公安の使用量や、 バドメチックの帰属をめぐって、紛争となり、1998年5月12日に、戦争状態に突入するが、2000年5月、アフリカ統一機構の停戦提案を受け入れた。アフリカ統一機構はかつて、ハイレ・セラシエが、ギニア大統領セクトゥーレと共に立ち上げに奔走した、組織であり、その組織によって、エリトリアとの紛争はようやく停戦にたどり着いた。 一方では、オガデンとの戦闘は、泥沼化し、人道的に問題のある行為が発生している。アフリカ統一機構は2002年に、アフリカ連合として発展的に解消され、アフリカ連合の本部は、アディス・アベバに置かれることになった。2011年から2012年にかけて、東、アフリカ大干ばつが発生した。約460万人が支援を必要とし、 栄養失調者の割合は一部で30%に達した。2018年4月2日、エチオピアの最大民族であるオロモジンから出た、アビー・アハメドが首相に就任した。アビーは、エチオピア・エリトリア国境紛争以降緊張が続いているエリトリアとの和平に注力した。2018年9月16日に、アビは、ジッダ平和協定に署名し、2019年の ノーベル平和賞を受賞した。しかし、2020年、北部のティグレ州での総選挙が延期されたことを、きっかけとして、ティグレ人民解放戦線との亀裂が増し、同年11月には、ティグレ紛争が勃発した。11月28日には、州とメケレを占領したが、2021年に、TPLF は、反抗に転じ、メケレを奪還した。 11月2日には、アビーは、非常事態宣言を発令した。ありがとうございます。